霞山会館が入居する霞ヶ関顧問ゲート西館一般財団法人霞三会は日本の財団法人東和道文会を前身とし日本とアジア諸国の国際交流を目的とする事務所は東京都港区赤坂の赤坂霞山ビルに所在財団の事業の一つとして会議室、宴会場、レストランなどの施設を持つ霞山会館を運営している 同会館は、霞が関コモンゲート西館37階に所在する。財団法人の提款によれば、霞3階の目的は、我が国と中国をはじめとするアジア諸国との文化交流を通じて、アジア諸国民との相互理解と友好の促進を図り、アジアひいては世界の平和と安定に貢献することで、ある。また、会の事業としては、次の6つが挙げられている。 アジア諸国に関わる留学生、研究者等の相互交流の促進及びその支援、アジア諸国に関わる調査研究、図書の出版及び講演会、研究会等の実施本邦及び海外における関係機関との連携語学教育機関の運営所有不動産の維持運営その他この法人の目的を達成するために必要な事業1898年11月。 霞三会の前身である財団法人東和道分会が東和の保全と宗教を目的として発足した。会長は、この絵集まろ公爵、貴族院議長。1928年12月、東和道分会が東和道分会館を竣工させた。道会館は、この絵家より寄贈された東京明治路の辞書の売却代金を基金に有志の寄付を加え、 千代田区霞が関3の4のご領地を借りて建設されたものである。名称は初代会長、この江集まの画号を冠して霞山会館とした。東亜道分会は1945年の終戦によって歴史的使命を終え、1946年3月1日付で解散の認可を受けた。生産完了後、1948年3月24日。 同会主要資産を継承して、財団法人霞山クラブが正式に設立された。同クラブは、1958年に、財団法人霞三会へと解消した。さらに、2013年4月1日に、一般財団法人霞三会となった。1948年に新体制の霞山クラブが設立された後も、事業の本拠となるべき、 霞山会館は GHQ に接収されたままであったため、西神田にある東方学会に仮事務所を設置して事業を継続した。1955年、霞山会館は返還されたものの著しく荒廃していたため、1959年、資産の拡大と高級的な自主経営の基盤形成のため新しい会館ビルの建設に取り組むこととなった。 1960年12月に国有地を買い受け、1961年6月に旧霞山会館の解体に着工、1964年2月に新ビルは竣工した。新ビルは霞山ビルと命名され、9階に霞山会館を設置して、以後、留学学術研究交流等の事業を展開した。2007年、 霞ヶ関コモンゲート西立の開業に伴い霞山会館は同ビル最上階37階に移転しリニューアルオープンした新霞山会館は旧霞山会館のファサードを再現しているありがとうございます